それでは早速今日のゲスト赤堀悟さんです。どうもどうも、赤堀悟でございます。生きてますよー。わーじゃないよよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、私はポリさんと呼ばせていただいているんですけども、まずは赤堀さんがいかにすごい方なのかをプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきます。赤堀悟さん、1965年愛知県の生まれです。1990年代に人気を博した NG ナイトラムネ &40 爆裂ハンターセイバーマリオネットシリーズなどでアニメのシリーズ構成やシナリオ、 CD ドラマの脚本、ライトノベルの執筆や漫画原作まで手掛けたメディアミックスの先駆者、ヒロヨウジさん原作桜大戦シリーズの構成脚本も手掛けております。そして本日10月31日名字が漢字の赤堀悟名義で初の歴史小説嘘つき光秀が発売されました。小説発売おめでとうございます。ありがとうございます。いや、もうこのお話はね、もう後ほどゆっくり聞いていきたいと思うんですけどもいや、もうね、本当ポリさんはもうなんだろうすごいんですよ。見た目がねすごくねマッチョなんですいや、なんかあのその漫画の原作やるときに、はいはい、自分が体験しないとダメだなと思って、ボディービルの漫画を描こうと思ったんですよ、はいはい、漫画の原作をね、うん、だから自分で体作ってって、だからね脱毛まで行ったんですよ一時期。あ、ボディービルダーさんやってるから。僕もやってるから、脱毛はどういう風な感じなんで痛いのかとかいうのを体験してみて、だから中途半端のところでやめたんで、あんまり漫画うまくいかなかったんで。そういうこと。なんで中途半端のところでやめたんで、毛はあのなんか中途半端なんですけどマッチョはそのまま続けてますね。いや、すごいんですよ。お会いした時にあの筋肉のねお話とかをこうしたりとかプロレスのねお話とかもねいろいろしたりとかしてますけども、まあ、大公開ラジオは今年の4月に始まったばかりの番組なのですが、 TBS ラジオで1992年から東京ブギーナイトを担当されている大先輩の林原めぐみさんがですね、先日番組のイベントにコメントを寄せてくれまして、爆裂ハンターやセイバーマリオネットに出演している林原さんとはデビュー間もない頃からのお付き合いということで。そうですね、もうめぐちゃんにはもう頭上がらないし、この先も上がる気は絶対ないですねえ、何が、これは作品がきっかけですか？そうですね、もともとは天空戦記シュラトって作品で、僕はこれ、はい、企画書書いた作品なんですけど、はい、そこで僕は文芸担当っていうシナリオの、を集めたり、現場に入って、セリフ直ししたりする役やってたんですけど、はい、うんうん、そこでね、めぐちゃんが、林原めぐちゃんがね、その、いい役やってまして、はい、わあ、声優さんってすごいなって思ったきっかけみたいな人ですね。うん、当時は、林原めぐみさんと山寺宏一さんとか、はいはい、その、もう、そうそうたるメンツがやってて、いや、声優ってすげえうまいんだなって、どんな役でもできちゃうんだなって思ったきっかけなんで、うん、もう、すごすぎましたね。今は、お会いしたりとか、交流は？いや、うちの奥さん、はい、北川みゆき、はいはい、漫画の、TBS さんではドラマにしていただきましてありがとうございました。ね、北川みゆきがめぐちゃんと親友なんですよ。あ、で2人で飲むんですけど、すっげえ長いの。すごいなんかこのいわゆるいい店で飲み始めて何時間も経ってから、堀ちゃんおいでよって言われて、もうなんていうんですかね、これ死に装束で行くっていう感じで。お二人はだってもう出来上がってるんですもんね。もう出来上がってますで、私はもう隅にちょこんと座って、はあ、なるほど、素晴らしいでございますわねみたいな感じでやっちゃうわけですな今の感じ聞いてたらね、ちょっと奥さんに頭上がらないっていうんですか。いや、もう奥さんなんて言いませんから。あ、もういくつになっても姫様と呼んで素敵。そして私と赤堀さん、実はですね、まあ前からそのお食事とかはさせていただいてるんですけども、そこにはですね、ブシロード創業者の木谷隆明取締役も交えて、まあお話をねいろいろさせていただいたんですけども、はいはい、木谷さんとのご関係は。あ、木谷さんですか。はい、まあ人、うん、まあ友達が少ないですからねまあ少ない友達の中のまあ唯一と言っていいでしょうかね。もう私が付き合ってあげなきゃもう大泣きするだろうなという。なるほど、そのぐらいの関係ですかね。あ、でも大親友ということでよろしいですか。いやいや、恐れ多い恐れ多い恐れ多い。ただもうね、下っ端でございますよなるほど。そのブシロード木谷さん、今日の収録に立ち会いたいと言っていたのですが、まあ、残念ながらスケジュールが合わなかったんですよ。あ、ホッとしましたよ。でも堀さん、木谷さん、はい、赤堀さんとぜひお話ししたいということで、ああ今電話がつながってます。もしもし。あ、もしもし。もしもし。本当にいるじゃないか。いや、
や、友達が少ない機内です。聞いてる、聞いてるじゃない。申し訳ない。いや、本当行きたかったんだけどね、今日取締役会でね、もうその休憩時間に電話してるんですよ。大変。機内さん、はい、取締役会と赤堀とどっちが大切なんですか。いやいやいや、もう言うまでもない。もう今いないから。いや、1万対1ぐらいです。1だって。いやでもね、赤堀さんとはもうね、もう20年そうですね、お付き合いで、もう赤堀さんがほら、かつて売れてる頃からやめなさい、付き合ってて、やめなさい、平成の最初だけだって言うの、やめなさい、売れなくなったんですけど、すいません。もうこういうのずっとやってるんですよ、お二人。本当言い合ってて、いや、シンガポールに水野亮と、うん、あの、はいはい、作家の水野亮先生と、はいはい、二人で北谷さんに会いに行ったんですよ、北谷さん、シンガポールにいる頃。で、三人で、遊園地行って、三、人でキャッキャして騒いでました。ユーバーサルスタジオね。ユーバーサルスタジオ。いや、もうめちゃくちゃ楽しい三人じゃないですか。ただのオッサンズラブですね。あ、これさ、あの、いつもの定番の話題はいいんですけど、あれと、本の宣伝で出てんじゃないの。ありがとうございます。そうなんですよ、本当に。木谷さんはじゃあ本読まれましたか。いや、まあ読んでないです。バカ野郎。読んでないんですって、ちょっと。いや、でもね、読んでないとはちょっと言っちゃいましたけども、はい、実は赤堀さん、歴史にものすごい詳しいですね。本当に。僕も歴史大好きだけど、僕より全然詳しい。おお。いや、やめてほしいな、うん、そのことだけは事実ですよ。いやいや、歴史が知らない人間が歴史小説を書きましたの手で、うん、今日来てたのに、台無し。何を言ってる。崩された、本当。まあね、こんな感じで、いつもお二人は飲んでるということで。はい。いや、でも本当ありがとうございます。はい、とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございました。じゃあ、引き続き。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にお二人の会話聞いてるとずっと笑ってられるんで、もう。やだよ、だけど北谷さんとラジオやるとかね。え？もう目の前でずっと喋ったら、うん、途中からどんどん脱線して、結局酒の話になる。息づいたら、そこになってそう。木谷さん、でもあんなプライベート出すの初めてじゃないですか、木谷さん自身も。こんな、すごい貴重な時間。さて、ここからはラジオパーソナリティとしての赤堀さんのお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、赤堀さんは1994年から2016年まで声優の水谷優子さんとのポリケロコンビで累計およそ22年間ラジオ番組を担当されていました。まだ冠ラジオを始めて7ヶ月の相場ということで、大先輩の赤堀さんにいろいろ伺っていきたいと思います。いや、ポリケロはね、全然参考にも何にもならんよ。え、どんな番組だったんですか。そもそも、うん、まあ、これちょっとね、古い方なら分かっていただけると思うんですが、はいはい、オールナイトニッポンで鶴光さんっていうね、食手鶴光さんの番組があって、はい、もう下ネタバンバンの、うん、はい、それに憧れて、うん、ラジオをやるっていうきっかけがあった時に、うん、もうで、しかも相棒は、はい、水谷優子ちゃんだったんで、はい、もうここはもう下ネタガンガン行こうと。ほー。もうね、今コンプライアンスあるから絶対ダメだけど、当時で何来た声優さん、女性声優さんにまず第一声、今日のパンツの色はってそこから始まるんだよ。すごい。もうそんな番組だったんで、もうとてもとても参考にならん。いやね、水谷優子さんといえばミニーマウスであったりとか、はいはい、ちまることのお姉ちゃんのね、はい、役とかされてた優子さんでありますけども、まあ、残念ながらね、今はちょっとね、俺の肩あたりにいるかもしれないですね。そこにいらっしゃいますか。もう今じゃあ実質3人で今もしかしたらお届けされてるかもしれない。いやー、けど、その番組の中で特に印象に残っている出来事ありますか。ともかく20何年やってて、もう最後は台本も何もないんで、二人で ほぼ話してるだけみたいな感じで。で、途中、いろんなことチャレンジしようと思って、うん、ボーリングをしながらラジオはできるかって言って、ボーリングを二人でやりながらラジオやるんだけど、本当にボーリング場に行ってですか？行って、そうそう。え？でも正直言って、片っぽが投げる間、片っぽが喋ってる、片っぽが投げる間、片っぽが喋ってる。これラジオかっていう。確かに実況もはやそれは。あとパチンコ屋でラジオやれるのかとか、あとね、水谷が初めて免許を取ったばっかの時に、水谷が運転して、俺が助手席に乗って、そこでラジオをやるっていう、もう今やっちゃ絶対ダメな番組をやって、もう水谷運転の方に夢中だから、あ、そっかそっか。で、ゆばちゃんなんか喋るよとか言うと、やめてよって言いながら、あーみたいな、悲鳴が飛び交うラジオとかやって。ダメ。いや、もう本当にぬるい時代だったんで、危険も今やっちゃダメですよ、皆さん。でも聞いてるだけですごい面白いラジオ。ひどい話でしたよ、全く。パチンコ屋はちなみにラジオになったんですか？チーンジャラジャラが30分流れただけだ。
声届かず声届かずすごい。でもいろんなことにチャレンジしてたラジオだったんですね。そうですね、もうめちゃくちゃでしたね。ああ。あともう本当に下ネタばっかでした。そんなにだから当時は下道って言われて、一番最初、僕はあの下道で愛の手で音でパシンって無知の音が出るんです。ほう。で渋谷の、今も変わっちゃったのかな、あの渋谷公会堂のところで2000人で、あの、何、公開録音やったんですけど、その2000人が、あの、ベルトを持ってきて、ベルトでパーンと音出るでしょ、あの、二つに折ってやると。はい、あれを、みんなで音出して、俺が、あうーって言うっていうね、そんなことやったりしてました。いや、もう聞いてるだけで面白い。だからもうね、あの、だんだんと、俺の、あの、何、俺は何やってんだ俺は作家じゃなかったのかみたいなのを思いましたね。いや、そうですね。忘れてた、今。今は作家ということを忘れてましたけども。ただね、ポリケロシリーズは2016年の5月に水谷優子さんが亡くなられた直後に、はい、その歴史に幕を下ろしているんですけども、ポリさんにとって相方の水谷さんはどういう存在でしたか？あ、もう本当に、あの、最高の友達で、最高のライバルでしたね。やっぱりあの、まあ、あの、彼女も、その病気全部隠してたんですよ。ほう。で、僕にも絶対知られたくないって言って、もうずっと調子悪いんで大丈夫かと思ったんですけど、はい、で、それはなんでかって言うと、やっぱ僕に弱いとこ見せたくないっていうのがあってね。だからまあ、それでね、あの、最後まで、その、結局最後会った時はもう病院の上ですから、病院のベッドの上で、彼女向こうの世界行ってからですから、もう、あの、目つぶってる段階でね。あ、もう。うん。だからもうちょっと本当に突っ込み、最近はもう突っ込んでばっかですよね。うん、お前はいいよなぁ、とか思ってね。もう、どうせ俺が向こうの世界行った時、私まだ綺麗なままよとか言うんだろうなぁ、とか思って、ね。そこのね。けっと思ってますね。いや、でも、こう絆というか、で、うん、その二人言わなかったっていうのがすごい響いたんですよ、ね。いや、でもない、いじっぱりなだけ。そんなぁ。いやー、けど改めて、まあ、ズバリそんな、ポリさんにとってラジオとは？ああ、もう自由でしたね。フリーダムな空間。もう何でもできたんで、本当に楽しかったですね。ただやっぱり、その水谷がいたから成り立ってたんで、まあ僕一人だったらもうダメなんだけど、やっぱり裏方に回ろうとか、回りたいなと思ってて、まあ無理、本当に二十何年間、ちょっとだけ表に出してもらいましたけど、いや、実はやっぱ裏方だなってのは、本当に逆に気づかされた、そういう番組でしたね。そんなね、もう今全然ずっともう、本当に書いてる人なのかなって思うぐらいの、やめなさい。トークでございますけども。はいはい。では CM の後は、ポリさんの最新小説についてじっくり伺います。アイバイナの大公開ラジオ、ゲストは引き続き赤堀悟さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。後半は真面目に行くよ。もう真面目に、そう、真面目モードに行きましょう。そうですね。はい、ここからは今日発売になったばっかりでございます、赤堀さん初の歴史小説嘘つき光秀について、執筆の裏話などを大公開していただきます。いや、私早速読ませていただきました。読みましたよ。ありがとうございます。もともと私は信長派だったので、織田信長派だったので、あの、調べたこととか学校時代ありまして、はいはいはい、ただあの嘘つき光秀というねタイトルにあり、まあ、当然光秀、明智光秀ね、明智光秀、織田信長を本能寺の変で殺した人物ですよね、うん、はいはい、っていうのがまあね主人公なんですけども、いや、もう嘘つき光秀って書いてるじゃないですか、タイトルに、はいはい、嘘ってすごい、なんだろう、重いなって思いましたね。なんかあのきっかけはね、うん、そのやっぱ歴史小説は書きたいって思いはずっとあったんだけど、はいはい、まあちょっと気遅れしてたところがあって、うん、やっぱもう知識量が足りないんじゃないかとか、文章量が足りないんじゃないかとか、うん、ただあのそんな中で、ただ嘘っていうものを題材とした作品は作りたいなと思ってね、うん、なんか嘘って誰もが結局ついちゃう、嘘も方便じゃないけど、なんとなく円滑にするために嘘をついちゃうんだけど、うん、一つの大きな嘘で一生振り回される人間ってすごくいるなと思って、うん、この嘘をついたからいろいろなことに追い込まれて大切なものを失ってしまったっていう人間が、だからそれを書きたいんだけど、どうやって書けばいいのかなと思ってて、そんな時にその好きだった歴史と結びついて、そうだ、もしも光秀がこんな感じの人物だったらちょっと面白いんじゃないかなと思ったのが、この作品作るきっかけなんだよね。まあそれね、後書きにも書かれてましたけど、ただなんかやっぱ説得力がめちゃくちゃあるというか、いやなんかそういうことなんだ。あとその当時のあの
なんだろう、残酷な状況であったりとかっていうのが、すごいその文章からもうイメージされて、確かにこの状況で自分がその立場になったらもう嘘をつかざる得ないんじゃないかとか、いやもうね、そうやって感じていただいてね、大変嬉しいんですけどね、はい、なんかすごい皆さんがね、読んでくださった皆さんが褒めてくれるんで、うん、褒めてくれればくれるほどみんなが本当にお前が書いたのってね、あ、俺書いてないんじゃないのみたいな、このゴーストライターうまいねーとかね、もうみんなに言われまくりですよ、もう。でもね、さっきね、木谷さんも言ってたじゃないですか、歴史には本当詳しいからとは、おっしゃってましたけど。ちなみに、その歴史にお詳しいポリさんの中で、好きな、なんかその武将であったりとかっていうのが、うん、その織田信長時代とかそういうことだったんですか？もちろん信長とか、僕は愛知県の出身なんで、うん、まあ信長、うん、秀吉で、家康はね、うん、もちろん好きな人間なんですけど、はい、まあ、渋いところで言うと、立花宗茂とか好きですね。やばい。わからない。お前、うまいぞ、ずっこけそうになったな。いつの時代の方なんですか？いや、もう、やっぱりちょっと、遅い時代なんだけど、秀吉とかよりも。うん、まあ、まあ、そういうちょっと武闘派の人間とかがすごく好きですね。うん、でもそこではなく、やっぱその、嘘を書きたいっていうことで、光秀っていう。うん、これを実は書き始めたのが随分前なんですよ。もう2年近く前、1年半以上前かかっちゃったんで、うんうん、2年近く前に書き始めて、で、なかなか書けなかったんですけど、うん、それ書いてる途中で、大河ドラマが来年光秀になるっていうのが発表されて、もうみんな担当としての狂喜乱舞。もう大便乗しようっつってね、もう便乗便乗じゃーっつって。偶然だけども。偶然だけども、これはもう、赤堀便乗したなって言われて、上等みたいな感じでね。ともかく光秀でよかったな。で、光秀を選んだもう一つの理由が、うん、彼、すごい謎なんですよ。うん、ね、もともと何だったのとか、うん、この経歴本当なのって本当にわからないところもあって、うん、もちろん諸説あるんでね。まあ、最近は諸説ありますみたいなこと言っとかないといけないけど、うん、諸説あるんだけど、すごい謎だったんで、いろいろ作りやすいなと。まさに小説としての嘘を言いやすいなっていうね、そういう感じで思えたんで、やっぱりそれを書かせてもらったという。へえ、いや、これね、普段を小説読まない、漫画しか読まないよって方でもものすごく読みやすいんですよ。昔、うん、私の小説は上を二つに割っても下がメモ帳で使えるねって言われるぐらい、もう全然行数入れないでパッと読めるっていう風に書いたんだけど、うんうん、今回のはそういうことしてなくてもみんなが読みやすいって言ってくださるんですごいありがたい。ああ、そのライトノベルがではなくてっていうことで、擬音もないしみたいな。いや、もうぜひ読んでいただきたい。ただですね、いつも赤堀悟さんってひらがななんですよ。はいはいはい、そうなんですけども、名字だけ漢字の赤堀そんなのは理由があるんですか？やっぱりちょっと襟正して、うん、歴史小説なんでっていうのと、時代小説の時に、上ひらがな、時代小説も書いてるんですけど、はいはい、歴史小説と時代小説ちょっと違いますからね、うん、時代小説の時は上ひらがなで下の漢字だけ悟りにしたんで、今回は逆に上漢字で下ひらがなにしようっていう。なるほど。ちなみに、その、今出ましたけど、時代小説と歴史小説の違いって。あ、時代小説は、まあ、主人公とか、まあ、大体江戸時代が主人公なんで、はい、江戸時代なんですけど、主人公とかが架空の人間だったりするんですよ。あ、歴史小説は、ちゃんと、歴史的な人物が描かれてるっていう。もちろん、時代小説も歴史的人物出てきますけど、うん、ちょっとこれ主人公をね、架空でより、なんていうのかな、市政にの、近い話なんですよね。で、もう本当歴史を書くのが歴史小説なんです。堀さん本当に面白かったんですよ。いやいや、なんか本当に、うん、あゆみちゃんずっと俺のこと作家だと思ってないだろ。いや、もうちょ本当思ってなかったんですけども。バカ野郎本当に面白かったんですけど、ちなみにその今回表紙はなんと漫画ベルセルクの三浦健太郎さんが手掛けたそうで。そうなんですよ。もう三浦の健ちゃんが、はい、まあもちろん友達ではあるんですけど、うん、やっぱ大先生でベルセルク今すぐね大切なんですけど、はい、なんかヤングアニマル編集部が、うん、白戦者の、はい、もう編集、出版社の垣根を越えてですね。いや、すごいですね。協力してくれると。まあ、ずっと長いんで、ヤングアニマルにも関わって、協力してくれるってことでですね、うん、今回特別に書いていただきまして。で、あまりにも表紙が良かったんで、うん、最初、もう赤堀悟とか嘘つき見てるの文字いらなくねっていう案まで出たということで。いや、でもめちゃくちゃインパクトある。いやいやいや。ほんと表紙だったんですもん。ありがとうございます。もうぜひ表紙を見るためだけでも買ってください。それのため。ということで、
もうお時間になってしまったそうで。あれ、いやいや。早い。さっきから10時間ぐらい喋ってんね。いや、早い、ちょっと。いろいろ聞けましたかね、私。いやいや、もうこれ以上言うと、本性がバレるんでちょうどよかったわ。ちょうどよかったですか？本当かな？でも、最初の方でね、ちょっと、最初の方にポリさんのこう、いろいろが出て、キダニさん出てきて、最後の方に小説ってなってましたけど、皆さんこれ、大丈夫かな？信用性ありますかね？いや、本当だよね。本当にこれ書いたのって、ますます思われるよね、これ。あれ？確かに、これ、あれを読んで、うん、まずね、どういう方が書いたんだろうっていうのを結構思うじゃないですか、うん、読んでる方って。ところのブースの中の人たちも読んでくださった方いらっしゃるんですけど、うん、だんだんと疑いの目になってるもんね、はっきり言ってね。本当にみたいな。喋れば喋るほど、バカ野郎。はい、そして、今日は本当にありがとうございました。いやいや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも、木谷さんの数少ない友達として。もう酒飲みまくってぜひ、よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。はい、本日のゲスト、赤堀悟さんでした。ありがとうございました。